理科生は、香港最大の企業集団、超高実業グループ創設者兼会長である。2013年度世界長者番付によれば、その資産は310億米ドルとされ、世界8位の富豪である。かつては、アジア全域で最も富裕な人物であり、家人としては、世界一の資産家であった。1928年に、中華民国の関東省長州市に生まれ、 日中戦争の戦火から逃れ1940年家族と共にイギリスの植民地の香港に逃れた。しかし太平洋戦争の勃発により1941年には香港も日本軍の占領下に入り栄養失調と病気に苦しめられた。父も間もなく結核で亡くなったため一家を養うために15歳前にして学業を断念。 プラスチックの貿易会社で働き出した。最終学歴は中卒。1949年香港にプラスチックの工場を作り、増加を売り出したところ、香港フラワーとして大当たりとなった。1958年に不動産業に転身し、1967年香港暴動で暴落した土地を買い漁り、超高実業有限公師を設立して、 香港最大の不動産ディベロッパーとなった。1979年に、カズノリ候補、1985年に、香港島の電力供給を独占する、香港電灯を買収し規模を拡大した。1989年に、天安門事件が発生して、外国企業が、中華人民共和国から避難したとき、逆に、中華人民共和国への投資を拡大して、 香港最大の企業集団として台頭した。主に、中華人民共和国の発電所建設にあたる長江、はじめ立てなどを所有し、中華人民共和国の指導者とも深いつながりがある。佐橋市本家の閣営東や、マカオのカジノオースタンレイ法とも親しい。ただし、北米などへも投資していることから、中国人民政治協商会議副主席への就任を断ったとも言われている一方、 息子のリサワガイとリタクオカは全国政協で委員を務めている。2002年11月に超高小学院を設立、アリババ集団のうまくもら次世代の中国人、実業家を育成した。アメリカのフォーブス氏は2008年3月に李家製を世界富豪番付11位にランクしているが、李の日常生活は質素で李家製基金を通じて多額の献金を行っている。 1981年には20億香港ドルを投じて、故郷の長州の近くに、諏訪島大学を創設し、2004年のスマトラ沖地震では300万米ドルを寄付した。香港では高級車は、ロールスロイスが好まれる傾向にあるとされるが、理科生は、日産自動車の最高級乗用車である日産、プレジデントを愛車にしたことで、中国で知られる。長男のビクター・リーは、 長考実業の副会長兼社長として、後継者の地位にある。1996年拉致され、身の白金10億香港ドルを払ったとされる。犯人は後に、中国で逮捕、処刑された。次男のリチャード・リーは、香港最大の通信会社である PCCW を、引き、東京の丸の内にパシフィックセンチュリープレーズ、丸の内を建設したことで、日本でも知られる。 妻の正月名はすでに亡くなっているが自殺ではないかとも噂されている。ありがとうございます。